お疲れ様ですまあミスがねなんで取り返しのつかないほど大きなミスに発展していくのかそれはミスをミスと認めずに自分は正しいと思っちゃうからなんでしょうねまあ特に人間関係の中では自分の中に一つの正しさを持ってるんですよでも自分以外の人も別の正しさを持ってるんですよね当然ぶつかりますよねその時に、まあ、いわゆる大人の対応っていうか賢い人っていうのは まず相手に合わせてみるんですよね一歩引いて自分が正しいと思うんだけども相手の主張をまず通してみようかなっていう風にやるんですよまあ、そうなると自分の中の正しさ相手の中の正しさのこの関係から二人の中の正しさってのができてくるんですよねでしばらく時間を取ってみると何がね一番最適解なのかってことがだんだんこうにじみ出てきてまあ、それで一見落着になるということなんですよ うん、だから私は思うにね自分が正しいと思えば思うほど相手に譲った方がいいんじゃないかなと思うんですよそしたらすぐに結果が出るんでね、うん、そしたらあの自分が正しいんですよって主張した人がどっちかっていうとあれって感じになって罰が悪くなってで結局はこちらの方にね譲ってくれるってことになりますんでそうやっていい関係を作っていけるんじゃないかなと思うんですよで、えー、自分の考えが正しいっていうふうに相手の考えを突っ張られてね 仮にそれが本当に正しくても、相手の顔を潰してしまうと、関係はうまくいきませんのでね。やっぱりこの、相手の顔を立てる、人の顔を立てるっていうのは、実は自分の顔を張ったりとか、自分の顔を立てるよりもね、あの、大事だったりするわけですよ。まあ、そもそも、立てないといけない、ね、それほどの顔かって話ですからね、自分自身のことがね。うん。だから自分を存在にならせようと思うと、大きな落とし穴にはまるんで、いつも自分が違うかもしれないなと思いながら、 やっていいいいた方がいいのかなと思いますよね、まあ、こうやって動画作っていてももしかしたら違うかもしれないなっていうふうな思いがいつもあれば、まあ、チェックも入るんじゃないかなと思いますね、うん、ついついなんかね間違ってるわけないだろうみたいになっちゃうんですよねはい、えーまあ、このね、えー、127話ですか今回128話ですけどもこの話数に関しましては私もねちょっとこう、えー、いいか減で曖昧なところがあったかなと思いますんで今後も注意していきたいと思いますそれでは